い、ということで今銀座にいます。本日はですよ、ヘドラフェイシャルのスキンクリニック、なんと当選いたしましてですね、私たち本当だったらね、お金がかかるね、最高のね、あのハイドラフェイシャル無料で今回はなんとやってもらえることになりましたので、今から体験しに行きたいと思います。だから本当要はクリニックなんですよ。毛穴の黒ずみも、自分でこうやってやってると結局取れないんですよ。普段の洗顔では取れないようなものが全部取れると。なるほどなるほど。歯医者さんで歯のホワイトニングとかね。なるほどなるほど、そういうことか。そうそう、あるいは歯のクリニックですよね。磨いてても歯石とか着色とかしちゃう。確かに。それを歯医者さんでクリニックするとつるっとしよう。女の子とかだとハイドラが終わるとつるっとなんかピカピカの感があるっていうか。そしたら洗顔料をですね、お使いいただいて、落ちましたが泡立て目とですね、あと補充にお使いいただきまして、終わりましたらボタンを押していただきますと係りの者がお迎えに終わります。終了ですか。ボタン開始する。うん、行き過ぎ、ね、みーちゃん、ドジ発動してるよ、ちゃんと。うわ、すごい機械が出てきた。本当にすごいだろうな。どのパーツも見たことがない。おお、すごい、光った。一回リアクションが。吉田さん、これ動画撮ってても大丈夫ですか？大丈夫です。本当ですか？わかりました。楽しみだね。上がったよ。上がった。何分ぐらいですか？大体20分ぐらいですね。顔ちっちゃいからもっと早いかもしれないですね。だってよ、そういっちゃん。まずお肌を柔らかくすることで気から始める。すごい。なんか気持ちいい。どんな感覚？どんな感覚よ。説明できない。私が飲み物。あ、吸われてるってこと？やってるところが赤くなるんですね。少し赤くなりますね。乳酸っていう酸が入ってるので。そうなんですね。それを浮かせて、すぐ赤くなっちゃう。ちょっと面白い。わかりやすいです、それは。ソフィアがどれだけの汚れを持ってたのかっていうね。すごい気持ちよさそう。吸われてるよ、眉毛。花花一番入ってるよね、汚れとか。すごいすごい。次2番目の美容液に行きますね。ちょっとピリピリするかもしれません。ちょっとピリピリ。ピッ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 。あ、ここにいろいろ出てるんですね。そうなんですよ。今まで16でやってたんですけど、次はリップクレンジングで毛穴の汚れ全部吸い取っていくので強くしてます。あ、じゃあそこに全部設定が出てるんですね。そうなんです。すごい。その大きい機械がもう全部ハイドラフェイシャルのためだけのっていう。全部ここにボトルが入ってて、このスイッチで。おしゃれですよね。ね、ね。何買おうとしてるの、まさかあなた。違うよ、買えないよ。寝ちゃいそう。なんか中にお水が、お水ですよね、それ。そうです、美容液がここまで上がってきて、穴が2つ開いてて、美容液を出す穴と吸う穴に分かれてて、出しながら吸ってっていう。綺麗なの出して汚れてるやつ吸い取ってっていう。すごい。で、気
綺麗になったので最後加湿しておきますね。ちょっとテカテカしてるさっき。お、終了かな。じゃあ汚れ見てみますか。怖い怖い。さあ緊張の瞬間、それだけあなたの鼻が汚かったのかっていう。うわあ。これが全部今ので取れた。光に当てるとより見えやすいです。例えばこんな。浮いてるの。ちょっと待って。すっごい浮いてるよ。お姉ちゃん。見える？見える。これとか。でっか。それがあなたの肌にずっとついてたものだよ。黄色くなってるのは、これはあのファンデーションとか日焼け止めの残りとかですね。もともと水色の半透明ですね。あのすごく今悲しい顔を。やばい。一番取れるのでバッチリ取れました。結果的にすごい良かったことだから、それはすごくいいです。取れたぜっていう。イエーイ。これで汚れをかき出して触るとちょっと削る感じになってます。あ、うん、ほんとだ。削る感じ、ちゃんと削りにいってるわ。角質だけを剥がす感じです。なるほど、すごい。そりゃ削れるわ。ボコボコになってるね、ちょっとね。この水は多分今まで体から出てきた中で一番汚い水ですね。恥ずかしい、恥ずかしい水です。消えてから多分見れると思う。あ、もっと綺麗になるって。めっちゃ気持ちよかったです。とりあえずね、ぜひ皆さんね、この体験したい方はスキンリファインクリニックさん銀座店お越しください。疲労とかにもあるみたいですけど、はい、ぜひお越しください。この一番わかりやすい交差点の5階にあるので。ということで、また次回の動画で